あそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう心にあったもの今日は言います、はい、匿名で、えー、お願いしますの方ですねはい、えー、59歳男性の方です 2>,、うん、2ヶ月前から疎遠になった男友達にお前と素縁になってすっきりしたと言いたいですと<や>話していても <laughs> ギャンブルやお金エロい話ばっかりやし今離れてすっきりしましたなるほど <laughs> 別にまあエロい話は悪くはない59歳にもなればね はい、こちらです。えー、ラジオネーム、ミールとマールさんです。この番組で、六社さんの旦那さんのことをあれこれ言っていることが、丸々うちの旦那に当てはまることです。ううまず、歯磨きをしない。<ー>うちの旦那も夜は歯磨きをせず、朝はするのですが、時間がないと言って、うがいだけし、口臭予防のガムを噛んでいます。 夜お風呂も入らない今の時期にも<え>夜にシャワーもでなんでこの時代に、ねね、するこないこの方とめっちゃ喋りたい、えー、今の時期も夜にシャワーもお風呂にも入らず朝シャワーを浴びています布団も汚れるので布団カバーの上にアセプトリパッドを敷いてするするしょっちゅうお金かかるやんその分な<あ>だって家庭のこと考えたら私も枕嫌い,やいやからバスタオル巻いてますもうほんあの本当にあの内ももビチャビチャやんか 太ってる人とか、うん、しかも太太ってんのやろ六社さんとあ。あらまこうさもうだから家からもうせめて T シャツ毎日洗ってます。寝ちゃ寝ちゃやね、はいえー。チーズも夜中にあるだけ全部食べていました。<laughs> <laughs> すごい共通点。六社さんの旦那さんネタは私からしたらあるあるネタです。六社さん無事に出産できますように歯磨きしないと子供に中を拒否されますよ。この歯磨きのこの女性の方はその共通点あるけど。 お金はどうなったんだろうね。<laughs> 旦那さん。<laughs> うちは稼いでる。なでうちは稼いでるとかね。ここは書いてないです、ね。<laughs> ラジオネームエンゲルケース。えー。 奮発団さんですねうん、うん、親戚のお茶ちゃん71歳がうちに来ては冷蔵庫を開けて勝手に飲んだり食べたりします私もどうぞどうぞと言うてるんですけども物には限度っちゅうもんがあるやないかな <laughs> 家族で食べるために高級メロン買っているのに半分近く食べるから <laughs> 家族分が薄くペラッペラに <laughs> もうこんといてほしいとこんなん言うおんねおんねおおる、うん、平気で一キロ取とる<ー>俺は言うけどな

思いいませんかいやこれは、僕もそれは言うと思いますよでやろこれはこれに関してはちょっと子供も食べたがってるから残しといてくださいよぐらいは。そうだ,ね、だからそれははっきり言わんとイライラするぐらいやったら一回、6社の出産してから旦那連れてくるかはっきり言うたるわお前,ですかお前ちゃんと働けよお前男やったらボケって言うたるから <laughs> お願いしますプロ<る>も入れよお前ちゃんとそ,うそこは言ってほしいあと歯磨くのとね、まあ、歯磨けよちゃんと綺麗にして仕事そういうとこから仕事がだらしないから仕事がけえへんねんってる <laughs> ババンバンんバンバンバン。<laughs> はや <laughs> らが横で言うんだろ。はみがよって。はい。ラジオネームキリンさんです。え、24歳独身の息子へ。海外ばかり旅行で飛び回っているが、どこへ遊びに行ってもいいけど、嫁さんだけはできたら日本人がお母さんは希望。どけどお父さんは国際結婚してもええでと言っている。いい息子の選んだ人なら大歓迎だが、会話ができないと困るので。 あまあまあ今や国際結婚なんかにあん多いですもね下手にこうねどんな人もらっても考え方って合わないと思うんですよ一緒やんの。こ<ー>んな海外ぐらいで合わない感じの方が割り切れてええかもななるほどねこの人はアメリカの人やからとか思えるやんまだ確かに,別に日本人同士やからでも今はねもう三人に一人が離婚でしょそうよ離婚ばっかりやんペンネーム急ぎ足さんですね、うん、楽しい放送ありがとうございますありがとうございます <laughs> 心にあったことを言わせてもらうとご近所の酒屋さん えー、昔からずっと商売されているのですが、うん、週に1回大型スーパーの売り出しでパンななどが安くなりました、うん、私もそのスーパーに行くと、えー、この酒屋さんの奥さんとレジでよく会いますが大きなショッピングの袋にパンをたくさんその日に買って。 自分の店に並べて30円40円高く売るのはやめてと言わせてもらいたいですその酒屋さんは土地は不動産も持っていて郵便局であった時も郵便局の人に1000万円の枠がいっぱいでこれからどうしますと言われていましたそんな金持ちが庶民のように自転車で売り出しの、えー、参加しないでほしいとだからそういう人やからお金持ちになれたっていうのもあるよ、ね、そ,それもあるコツコツ貯めるできますか で俺撤退宣言となんか三十円四十円ちょっと高くまあうちのオカはでも家の中でハギレを売ってたけどな <laughs> お金持ちになれへん買ってそうやだ,だからだって家族で買わなかったねもそのハギレ使いませんハギレもうそれがあると募金やんかもうっていうかもう神社やんご飯を食べたかったらこのハギレを買いなさいってや <laughs> <laughs> そんなもんないご飯も食べさせてくれへんよハギレ五万円三十円で売ってんねん売ってこいうん、うん、部屋の中に置いてね五万円三十円で 難しいシステムですね <laughs> 絶対売れへんやろそれ。監禁の仕方がよくわからないわからないですねラジオネームクリキントンさんです年末の大掃除の時私見てしまったんです課長が L ロ DVD をほぼ使用しない貯蔵庫に大量に隠していること <laughs> 会社のみんなはまだ知らないと思います。あまりにも性癖が特殊なので、周りに言えずにいます。DVD コレクションを見つけてしまってからは、課長によそよそしくなっている自分がいます。これはでも、相原先生、はいはい、エロの巨匠として…はい 要はね、行動に移してしまったらだめなだけで、壁というものをそういうもので抑えてるっていうのは、逆に言ったら、健全ということに考えたらどうですかエロはマナーの部分で言うと、それ、何を見ても構わないんですけども、会社の倉庫に隠すのはマナー違反。そうですよね、だから、やっぱりレンタル倉庫とか、レンタルロッカーとか、そこでやっぱりやるべきで、第三者が入る持ち物の中で、第三者が入る恐れがあるところで、特殊なエロ DVD を置いてるのは、これ、マナー違反全然。 はい、そはあのやっぱ隠し場所はちゃんと置いてあるわけですね。のまあ、僕の部屋は僕の部屋のもんですから、うん、その人が入って誰も見るなんていうことは、うん、これは逆に言ったらやったらダメっゃう。逆にそっちがマナー違反や。そりゃマナー違反です。七六社さんのところの旦那さんはそれどこに置いた。私見つけたことない、ね、こういう場合はどうしてるんですか。 ない見てないの？三十六だと見てるんじゃないの？いや別に見てても何とも思わないですけど、でも家にはないですね。がっつりですよ。でもわかんないですね。土曜日私がほらこっちに来るから。二百から二百五十ぐらいですよ。そんなに？じゃあ会会社に会社に。ベッドが実はそ,その <laughs> そ,れそ,れそれでできてたて。それ,て <laughs> それでできているベッド上で出ているって。あ<ー> <laughs> ね一手でわかりませんから。そうですね。あいやいやさあどなたに差し上げましょうか。これ六社さんと一緒にねあの苦労されてる方にしましょうか。そうしましょうか歯を磨かないという今の時期風呂入る風呂入けどわからんな夜に入らっても気持ち悪いでしょ。夜入って朝入ってもいいぐらいで。イトナの時どうすんの。の営みないですもん。 あの営みはウェットティッシュいやもうやめてくださいちょっと待ってくださいマジですかそれはもうそれあやさんもそれがもうすでにマニアックですよそうですかねいやで風呂は入りたくないうんでしょうでもことは起こしたいウェットティッシュをシュッシュとか体調いえ一部局部いやもうき嫌い局部どうすんねってお風呂入れへんやろ いや、それはもちろん当然入ってもらいますけど、今度は夜入ったと、イエスノー枕みたいでさ、入った時はオッケーみたいで、恥ずかしくないこれね。もね、入りたくない人でしょ入ってるふりをしてるかもわかりません。そんなめんどくさいお風呂場に入ってシャワーの音だけさして、ずっと椅子に座ってるかもほんで、ウェットティッシュ。バカやかはい。え現金3000はラジオネームミールとマールさんに差し上げます。今日のテーマは、心の中にあったもの、今日言います。たくさんのメッセージをありがとうございました。